わおわお。今回は大阪は福島区にあります ABC 温泉に来ています。こちらの ABC 温泉は今話題の美人の湯ということでとても注目されているんです。では私も早速お風呂に入ろうと思います。ではお邪魔します。あちちちち、あでもいい温度ですね。あれ、ああ体が温まる。あ奥の方におじさんがいますね。おかしいな、女湯やのに。どうもこんばんは。はいこんばんは。こんばんは、はい、あれあのおじさんはこの温泉によく来るんですか？はい来ますよ。ええー、でもここ女湯ですよ、分かってますか？はい、はい、分かってます。えなるほど、こいつやばいやつや、こいつやばいやつや。この温泉ちょっとぬるぬるしていて気持ちがいいですね。どんな効果があるんですか？いや知らん。えなんで来てるんですか？いやでも気持ちいいから。あれおばあさんやからね私。あおばあさんなの？あのおじさんみたいな。おじさんほとんどおじさんみたいな感じに見えてるけど、まあおばあさん、おばあさんやね。おじさんかもな。怖い。どっちやろう、うん、でもまあこの温泉今話題の美人の湯ということなんですけど、うん、おじさんは何を期待して温風呂に入ってるんですか？まあその美人になるかなと思って来てますよ。それはやっぱおばさんなんですか？おばさんかもね。どういうことですか？一応おじさん、おじさんやけど、おじさんやけどね。一応どっちだ？どっちだ？怖い。まあまあまあどっちか分からない人ってたまにいるでしょ。いますね、たまに。あれこれどっちなんっていうね。うん、そういう存在でいたよね。痛いんですか？うん、何でもいけるしね、そうなったらね。あ確かに。君はそのタオルを巻いてるけど、それダメよ、それマナー違反よ、それ。タオル巻いたまま入ったらあかんから取った方がいいよ、それ。テレビですから一応温泉に結構もらってるんで大丈夫です。いやそんなちゃんと綺麗に洗ってるかどうかも分からへん。洗ってますよ。基本的にはその あかんからね、銭湯でも何でもそのタオル自体をお湯につけるというのは。でもテレビなんで、ね、テレビなんでって言われてもその別に、はい、ええやんか、それは関係ないやん。そんな、そんな関係ない。許可得てるんですよ、ね、それタオルの下はどうなってんの？そんな何ともなってないです。えでも、うん怖い。別におばさんやからね。え、おばさんなんですか？おじさんかもね。どっちなんですか？でもまあこの温泉ちょっと入っただけなんですが、うん、ものすごく肌がツルツルになります、うん、見てくださいこの感じ。あ、触っていいの？おじさんですか？おばさんやから大丈夫。おばさんですか、うん、じゃあ、うん、おばさんなら触っても大丈夫、うん、はい。怖い、はい、怖い怖い、どうですか？はい、なんか言うやん。まあ別に自分の触ってるのとあんま変わらへん。ヌルヌルの感じは一緒。あ、うん、あまあいやABC 温泉まさに都会の中のオアシスといった感じですが、最後におじさんにとってこの ABC 温泉とは何ですか？そうやね、もう長いこと通い続けてるからね、はい、ここの温泉にはね、うん、もうだから全てが詰まってるんじゃないかな。私の全てという おじさんとしての、おじさんの私の全てと。怖い、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 おばさんやけどね。どっち？おばさんなんですね、うん、おじさん、おじさん。もう以上、大阪市の福島区にあります、はい、ABC 温泉からお伝えしました。まあまあおばさんなんかもな。でも女湯にいますもんね。女湯に堂々と入ってるってことは一応はおばさん。そうよ、だからややこしいおばさんっていうことやね。めんどくさい、ややこしい、うん、めちゃめちゃ怖いけどな、ずっと。怖かった。肌触ってよ、あー